ゴルフの YouTube でさ、うん、この練習だけやって70代出ましたみたいなのよくあるじゃん、うん、あれすげえなと思ってんだよね、うん、だからそういう動画出そうと思ってワンナップでももう出てる平井博明のワンナップゴルフ、うん、出てる出てる出てるっていうのは1から8プラス、うん、ベタして打ち本当にこれだけ1年間やってみて本当にゴルフが化けるからあそういうことあもうとっくに出てる出てんだ出てるあそういうタイトルつけてないから回んないんだそうそうらしいタイトルはうちはつけないからそうやって登録に言ってるから でも、うん、その例えば必ずこれをやりますよ、うん、絶対この練習は重要ですよっていうのは、うんもうとにかく意識としてはクラブを動かすこと、うん、動きとしてはもちろん下半身とか体使うんだけども、うん、それよりもクラブがリードしてフォロースルーを取ってないとダメ、うん、だからその練習をしてればいいワンナップではそれってことねそう世の中にいっぱいそういうとこがあったから、うん、魔法みたいな方法あんだと思って、まあ、それが1から8とか言ってるかは中見てないから分かんないけどねうんとね一旦ご覧になってる皆様のスイングを一旦リセットしてもらってちょっと打っていい、うん、ヘッドを右に、うん、ヘッドを右に上げて左に振ることをやってる人って10人ランダムピックアップしたら2人か3人ぐらいしかやってないのえそうなの それでまっすぐ行かない飛ばないんだよね、うんうんうん、そういう結果が当たり前だからだからしっかりとヘッドを右に振って左に振ることこういう練習、うん、こういう練習って、うん、やらないんだよねやらないんだ、うん、あのねごめんなさい言い方悪いやらないっていうか他に重要なことがありすぎちゃうわけやろうとしてることがでこれヘッドを右に左に動かすのって基本のこと、うん、基本の動作、うんで右に動かした時に開くんですか閉じるんですかって言うんだけど、うん、こうやってアドレスするじゃない、うん、このまま右向いたらさ別に開かなくても開いてるわけじゃない、うん、で左に向かしたらさ閉じなくても閉じるわけじゃない、うん、だから何もしないのよそれにブランコで漕ぐ時のここ入れてってことなの力を、はいはいはい、これだけなのそれを1年間やったら本当にゴルフ上手くなるから、うん、っていうか、ね自分から入っていくから邪魔なものをそれができないようにあ右と左に振ることができないってなってくる、うん、したら右と左に振るためにのスイングになってくる、うん、すごいねそのねとにかくトップがヘッドから入る、うん、フィニッシュがヘッドからフィニッシュにこうやって入る、うん、これができないから、うん、ああこれやったらもうめちゃくちゃ変わるからそれ1年間やれば70代出ちゃう出ちゃうクラブってこうじゃなくてこうだからね、うん、はいはいはいこうやって、うんうん、こうじゃないフォローの腕が地面と垂直になった時にクラブが地面と平行になってることって、うんうん、何になってるかって言ったらほとんどなってないからねやっぱ引いちゃうってやつだ引いちゃうねこうやってだからヘッドからじゃなくてグリップからフィニッシュに入るそうだよね、うん、こうだからこう、先駆けミッドナイトだからやっぱヘッドリードってことだろヘッドリードヘッドがリードしていかないとそうなんないんだ俺らがヘッドリードって言っちゃったからよくないんだけど、うん、もうヘッドリードは当たり前すぎてもう名前もつけないでって思っちゃうそうだねうんそうだそれぐらいヘッドリードどこにあるにしてもね、うん、知ってるヘッドリードしたらヘッドスピード上がるんだよヘッドリードしてるんだから、うん、上がるというかその人のマックスのスピードに行きやすいの、うんうんうん、簡単だと思うんだけどなだけど早く振ろうとすると、うん、手動かしちゃうんだよねそうそうなんだよねほんとに軽くてもいいから、うん、こうやってヘッドをね、うん、軽く振ってもいいからこうやってパコーンとこうヘッドを出すそうやってね動きっていうのがなかなか難しいと思うんだけど
儀式をしなきゃいけない、うん、だからこれだけやってればいいっていうのは普通のスイングをしていいんで、うん、とにかくヘッドから動作が始まる動き、うん、テイクバックも、うん、あのフィニッシュへ向かうのもダンスイングはもちろんねグリップエンドからグッと一旦下ろすんだろうけども、うん、それはまあ抜きとして、うん、インパクト後、うん、ボールからのこの左右こことここっていうのはヘッドから行った方がいい、うん、でね俺はインパクトゼロって言ってるじゃないインパクトゼロにならない、うん、でそのインパクトゼロになるような動きそもそもしてない方もいる、うん、でまっすぐ行かないって言ってるじゃない、うん、このアドレスのこの形、うん、この形がインパクトゼロだとします、うん、まあ、これにこうやって腰切ってこうやってなるんだろうけど、うん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 、ここに例えば画面上にトール君がこうやってバーって赤い線シャフトにつけて、うん、でヘッドのところにこうやって赤い丸つけてクラブ隠します、うんうん、そこに打つときにバッて戻ってきたら1億円だよって言ったらみんなやると思うんだよねそうだねでしかもそれやったらまっすぐ行くんだからはいはいはい、はい、そうだからその2つよあだから俺何億円稼いでるってことそっか1億の意識が足んねえんだ足んないでしょうよそっかやんねえんだからそうだねうんでもさフェースまっすぐクラブまっすぐ、うんうん、でこのここにビタンってミンゴルみたいに最後のゲージみたいに戻ってこれたら1億円あげるよって言われたら打ってきた分だけあげるよって言ったら、うん、みんな頑張ると思うんだよねそうだねそうでもさみんな頑張るじゃんみんな頑張るだから頑張れないよねそこでそうだ、ね、インパクトで、だもう俺とトール君はもう数えきれない億円稼いでるから、ね、そうだね、うん、億千万だねそう億千万打法ですよこれ、ね、そうです、うん、ひろみさんもびっくりですよそうこれあれだよサムネ決定だからそうだね、うん、早い段階で決まりましたバズるかなバズりますよでもゴルフだと思わないみんな見てもそうだ、うん、億千万ってじゃ あのサムネ着替えるからそれぐらい、うん、そのまあインパクトゼロはそうやって戻すこと、うんうん、とその指導っていうのはヘッドから、うん、でインパクト後っていうのもヘッドからの意識、うんうん、だから90度になってる時間ってスイング中長いですよってことね真ん中より上は90度だしフィニッシュもこうやってヘッドからこうやって入るし、うん、暇があったら、うん、暇があったら左手一本で持って、うん、左手のこの腕のターン、うんこれだけやっててこれだけこれできないんだからそうなのそうできないあターンしないってことあこうなる伸びちゃうっていうかそうヘッドからフィニッシュに向かわせてごらんっつったらみんな綺麗になるはいはいはいだから俺はヘッドからフィニッシュに向かわせてくださいってよく言うんだけど、うん、そうやって言われたことがないんだろうなと思う、うん、みんなやってんのにみんなやってんのみんなやってるプロみんなやってるからみんなグリップからフィニッシュ取るプロいないから、うん、でもそうやってやんないってことはこの練習の仕方を知らなかったりそういうことは言われたことないんだなと思っちゃう、うん、ああなるほどねめっちゃ重要だけどねこれそれプロはみんなやってんだ、うん、なのに YouTube では誰も言ってくんないんだ俺言ってないと思うよ見てないけど言ってない自信があるそうだよね、うん、ってことは YouTuber はプロじゃないってこと無かったことにしないでもらっていい？ごもっともですよ。ごもっともですよ。プロゴルファーはプロじゃない。そうだね。うん、ダメ。カットこれ。これはカットだね。これはカット。俺の拾い方も良くないから。これカット。ダメだ。少なからず、いろいろ登録が今までいろんなこと見つけてくれたんだけど、うん、やっても言葉にできてないこと、うん、伝えてないことってやっぱいっぱいあるわけよ。うんそれの一つだと思うよ、これ。これって。ああ、はいはい、うん。だから、俺からは言わないから。だから、トール君が引き出してこらないと。そうか。そう。だから俺はもう、絶対言わないっていうか、あの、わかんないから、俺。当たり前だからね。そう。息してんのと一緒だから。そう。だからインパクトゼロなんてこんな語ったことないから。そうだよね。そうだよね。俺がだって、ひらくひらく、息してるよ、今。息してるって言わないといけないってことでしょ。大変だな大変でしょ。大変。当たり前のこと突っ込まなきゃいけないんだ。そう、大変。息してるよ本当にだから俺30年ゴルフやってて、うん、ここ1、2年が一番ゴルフ考えてる
言われるからね。本当。ね。レッスン終わった後も、うん、そのレッスンで撮った動画を、うん、風呂の中でずっと見て、この人のスイングがこうなって、こうなって、こうなって、ああ、やっぱりこうだったんだね。ね、平井くん、つって風呂入りながら。思うの？思うよ。それあれだね、レッスン受けた人より復習してるかもしれないね。してると思うよ。本気でゴルフは真面目だから。ね。いや、大事。大事。だから自分も成長させてもらってるから、そうだからレッスン中にその人のスイングを取って、やっぱりこの人こうなってますねって終わりなだけじゃないんだよね。その人のスイングを記憶しなきゃいけないから、また来てくれるかもしれないから、そうそしたらその方が動画欲しいってもちろん送るし、それについてもっと気になったことがあったらコメントするかもしれないし、そう、それで公式 LINE に登録していただいてるんです。皆さんご登録お願いいたします。あの公式 LINE 知らないと連絡する術がないんで。そうだね。自己満で終わっちゃう。そうだね。そうです。そうだ。そういうそのレッスン終わった後も、うん、レッスンに来たお客様のことをちゃんと考えてますよ。え、そうなんです。なんで久しぶりに雨降ってきたっていう感じなんですけど。寒いね。練習、そう、練習っていうのは一個だけやっとけばいいっていうのはもちろんないんですけども、それでも少なからず最低限やっとけばいいっていうのは、とにかくヘッドを動かしましょうってこと。一生懸命ダウンスイングでスピードが乗ってヘッドを動かそうとすると、どんどんこうやって手が下に行くんですよ。でこうなったらもうヘッドってこう解放できないんで、早い段階で、前も言ったけど、ダウンスイング始まってからインパクトまでにリリースし終わる、そのリリースの仕方がやっぱ理想なんですよね。ここでこう溜めるとか、こうアーリーリリースとかそういうことではないんですよ。もうそういうのはもう置いといて、こっからここにかけてリリースできればいいっていう。だから溜めたらリリースできないし、アーリーリリースしたらそれをこう、ま、ほどきすぎないようにまた持ってこなきゃいけないっていう、またもう一個やらなきゃいけないことがあるんで、もうちょっとシンプルに考えて、ヘッドを右と左に動かして、しっかりと自分の回転を加えて打ってあげることができるかどうかを練習場でやってみてください。これ本当に基本中の基本なんで、これができてからいろいろスタートできるっていう感じなんで、もうこれだけ本当にやっとけば間違いないっていう感じですね。それをちょっと意識して。本当に1年で70代って出んのかな？なんか条件がある？つきっきりで見てもらう時間が長いっていうことと、うん、球を打てる時間が相当あるっていうことと、家族の理解があるっていうことと、あとラウンドする回数が多くないと、うん、そのチャンスがないじゃない。そういうの全部組み合わさらないと1年で70代っていうのは難しいよね。あとあれかな、今までの運動経験とかも関係する？いや全然ある。ある？全然ある。やっぱり球技ゼロだと打点が分かんないじゃない。あーそうか、うん、だから何かしら球技スポーツをやってたら、うん、まあ、有利っていう感じだよね、うんうん、絶対じゃないけどね、うん、じゃあ道具使う方がいいんだ、より野球とかテニスとかみたいな、うん、有利だな。なんか物でボールを打つスポーツの方が有利、うんうん、絶対有利だね。あとね、限界ポイントを知ってる人ね。どういうこと？例えばシャーペンの芯をこうやって持って、こうやって折る寸前で止められる人。はい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 。そういう限界ポイントを知ってる人。だから結局、インパクトの力とかも全部そうなの。そう、だから限界ポイント、これもそうよ。これも。これもしならせればいいんでしょって、こうやってやったら本当にここから折れるからね。はいはい、それの、あ、これ以上やったら折れるなっていうポイントを知ってる人。それって多分ね、なんだろう。うまい下手とかじゃないんだよね。感覚だから。はい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 、はい。あ、圧がすごいな。この重量と硬さに対しての圧が強すぎると思ったら折れるじゃない。うん、そういうものを分かる人。なんかね、結構そういうのあるんでね。スポーツって多分全部そうだと思うんだけど、その方の感覚ってあるんじゃない。それが分かると、本当に爆伸びする。じゃあその辺の条件が揃ってくると、うん、1年でも。そう、可能。多分一番でかいのは、お一人の方だったらいいけど、うん、家族いる方だったら本気で家族の理解というか協力が8割だと思うよ。お金もそうだし、はいはい、時間も時間もそう、うん、絶対そうだと思うよ。だ独身の方は可能性はあるよ。相当やっぱりゴルフって1日家開けるし、朝からそっかラウンド行ったらね、そうだから相当な負担になる可能性もあるし、そういう理解があるとすごく可能性としては出しやすいね、うん、ただ本当に
基本だけで70台出るんで、もしチャンスがある方はやってみてください。はい、今回はですね、練習内容っていうか、なんだろうね、まあ、これだけやってれば70台出ますよっていうタイトルをちらっと見たんですけど、まあ、そういうのがあるのって登録家質問あったんで、ありますよと、はい、ただこう条件がありますっていう内容を取ってきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですねミーティングですとかレッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。